昔昔ある森の外れに金色の髪の少女が住んでいました。この女の子の名前はゴルディロックスです。誰もが羨むような美しい金色の髪とその可愛らしい見かけとは裏腹に、ゴルディロックスはおてんばな女の子でした。彼女が外へ遊びに出るときには必ず母親は彼女に言い聞かせます。いい？裏庭で遊ぶのよ。森へ行ってはダメよ。深い森の中に熊の家族が住む小屋がありました。体の大きなお父さん熊、中ぐらいの大きさのお母さん熊、そして小さな子熊です。お母さん熊は朝早くに起きて朝ごはんのスープを作ります。ある日の朝、いつもより早起きをした子熊がスープを飲もうとします。しかしそのスープは熱すぎました。ママ、スープが冷めるまでみんなで森へ散歩に行こうよ。お母さんグマ、お父さんグマ、子グマはスープをテーブルに置いたまま散歩に出かけます。同じ頃、ゴルディロックスは朝ごはんができるまでの間裏庭で遊んでいました。しかし同じ場所で遊ぶことに飽きてしまった彼女は森の奥に目をやりつぶやきます。ちょっとだけ散歩に行ってみようかしら。あたりを見回し誰もいないことを確かめると森に向かって駆け出しました。クタクタになるまで走り続けつぶやきます。なんて綺麗なのかしら。お花に蝶々、もっと早く来てみればよかったわ。そしてさらに森の奥へと歩き続けます。その頃クマの家族も森を散歩していました。その途中、木の上に蜂の巣を見つけます。すごい、きっと蜂蜜でいっぱいだよ。パパ、食べてもいい？いや、ダメだよ。蜂蜜は蜂のものだ。あれは彼らの家なんだ。食べ物を無断でいただくなんて良くないことよ。そうだね、家に帰って朝ごはんを食べるまで我慢するよ。その頃、森を歩き続けていたゴルディロックスはついに道がわからなくなってしまいました。家へ戻る道を探しますが、森の中はどこも同じに見えます。お腹も空いてクタクタです。疲れ果て目に涙を浮かべながらも歩き続けます。すると目の前にあのクマの家族の家が見えてきました。静かに家に近づきます。あたりを見渡しますが誰もいません。ドアをノックしてみます。やはり返事はありません。そうして窓から中を覗いてみると、テーブルの上に美味しそうに湯気を上げているスープが見えます。玄関に戻ると、今度はドアを力強く叩いてみます。ドアが開きました。ゴルディロックスは大喜びで中を覗き込み尋ねます。誰かいますか？返事がないので中に入り、テーブルのところにやってきます。スープの入ったお皿が3つ並んでいます。大きなお皿、中ぐらいのお皿、そして小さなお皿です。とてもお腹が空いていたので、大きなお皿のスプーンを手に取ります。スープをすくうとそれを一口。スープはとても熱かったのです。すぐさま中ぐらいのお皿に手を伸ばしますが、食べたいとは思いませんでした。これは冷たいわ。最後に一番小さなお皿のスープを味見します。このスープは冷たくもなく熱くもなく、ちょうどいい温かさだわ。そう言うと、その小さなお皿のスープを全部飲み干してしまいました。朝ごはんをお腹いっぱい食べ終えると、暖炉の前に3つ並んだ椅子のどれかで一休みしようと考えます。そこには大きな椅子、中ぐらいの椅子、そして小さな椅子が並んでいます。
まずは一番大きな椅子に座ろうとしますが、大きすぎて届きません。次に中ぐらいの椅子に座ってみますが、とても硬くて座り心地が悪かったので、一番小さな椅子に座ります。それは座り心地もよく、ちょうどいい大きさでした。しかしその小さな椅子は大きな音を立てて壊れてしまいました。突然のことにゴルディロックスは驚きます。次に隣の部屋を覗いてみると、3つのベッドがありました。大きなベッド、中ぐらいのベッド、小さなベッドです。まず一番大きなベッドに寝てみます。しかしそれはとても大きく硬すぎます。中ぐらいのベッドは少し大きく、こちらは柔らかすぎます。そうして最後の一番小さなベッドに横になると、それはちょうどいい大きさで、あまりの心地よさにゴルディロックスは眠りに落ちてしまいました。ゴルディロックスが眠っている頃、クマの家族は家のすぐそばまで帰ってきていました。お父さんグマは焚き木を、お母さんグマは新鮮な野いちごを持っています。子グマは朝ごはんのスープを楽しみにしています。家族が家に帰り着くと、朝食のテーブルに着きます。お父さんグマはお皿を見ると怒って言います。誰かがわしのスープを味見したな。お母さんグマもお皿を見て言います。私のスープもだわ。そして子グマはスープのお皿を見て泣き出します。誰かが僕のスープを味見して、おまけに全部食べちゃった。席を立つと家を見て回ることにします。お父さんグマは暖炉の前の椅子に気づきます。誰かがわしの椅子に座ったな。見ろ、違う場所に移動しているぞ。するとお母さんグマも言います。私の椅子もだわ。そうしてさっきと同じように子グマはまた泣き出します。誰かが僕の椅子に座って、僕の椅子を壊しちゃった。一体何が起きているのかわからないまま、次は寝室に行ってみます。誰かがわしのベッドに横になったな。見ろ、何かが違うぞ。私のベッドもだわ。誰かが僕のベッドに横になって、まだここに寝ているよ。お父さんグマが子供のベッドを見ると、確かに誰かが寝ているようです。ゆっくりと布団をめくり、そこに小さな女の子が眠っているのを見つけて驚きます。一体何なんだ、この子はうちで何をしているんだ。この子にベッドから出るように言ってよ。子グマの叫び声を聞いて目を覚ましたゴルディロックスは、3匹のクマが目の前に立っていることに驚き、恐怖で逃げ出します。家を飛び出すと一目散に走り出しました。息を切らしながらも立ち止まろうとはしません。その時です。帰ってこないゴルディロックスを心配して森に探しに来ていたお父さんとお母さんを見つけます。彼女は大喜びで駆け出すと母親に抱きつきます。あ、お母さん、心配したのよ、大丈夫だった？これからは絶対に言うことを聞くわ、家を離れたりしない。再会を喜び抱き合いました。その日からというもの、ゴルディロックスは両親の許可なく出かけることはせず、あの日の約束を破ることはありませんでした。